突然ですが皆さん、ハッピーバレンタインズデー。はい、もうすぐですね、2月14日はバレンタインデーですね。日本のバレンタインはちょっと変わったところがあるので、今日は日本のバレンタインについて、私の好きな日本のチョコレートのお菓子ベスト3を紹介しながらお話ししていきたいと思います。はい、じゃあまず、日本のバレンタインについてお話しする前に、私の好きな日本のチョコレートのおやつ第3位を紹介していきたいと思います。第3位はドゥルル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 ルン、タケノコの里ですね。キノコの山というのもあるんですけども、私はタケノコの里派です。開けてみるとこんな感じにタケノコの形になっていて、外にチョコレートがコーティングされてます。うん、美味しい。はい、では早速日本のバレンタインについてお話ししていきたいと思うんですけども、バレンタインといえば、まあ世界各国ちょっとした違いはあるのかもしれないですが、まあちょっとお互いにギフトを送り合ったり、こうロマンチックな日なんじゃないかなと思います。日本では、女の子が男の子に気持ちを伝える日、しかもチョコレートを渡して気持ちを伝える日という風になっています。まあ、もう一つ違うのが、3月14日がホワイトデーと言って、男の子は3月14日に女の子に、まあ、チョコレートとか、まあ、ちょっとしたあのギフトとかでお返しをする日になっています。これはね、他の国にはない習慣なんじゃないかなと思います。で、2月14日が近づくと、まあ、女の子はチョコレートのお菓子作りの練習をしたりとか、あのラッピングの準備をしたりとかします。で、男の子は男の子で、まあ、特に学生とか、今年は誰かにもらえるかなとか、ちょっとそわそわして過ごすみたいです。はい、で、チョコレートなんですけども、実はあげるチョコレートの意味にいろんな名前と種類があります。その説明をする前に、私の好きな日本のチョコレートのお菓子第2位を紹介したいと思います。第2位はドゥルル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 ルデン、コアラのマーチです。はい、これは結構海外でもアジアショップとかに置いてるのを見かけることがあるんじゃないかなと思います。開けてみました。なんかね、こうやって見えるかな、なんかコアラの絵柄が書いてあるんですね。で、一個一個絵柄が違ったりして可愛いです。はい、もし見かけたら買って食べてみてください。いただきます。うん、変わらない味で美味しいです。はい、ということで、先ほどちょっとお話ししたチョコレートの種類について話したいと思うんですけど、まあ、代表的なもの、よく聞くものとして4つあります。1つ目が本命チョコ。本命チョコというのは、女の子が本当に好きな相手、恋愛対象として好きな相手にあげるチョコです。なんで男の子に告白するときは本命チョコを持って、好きです、付き合ってくださいとか、好きですみたいな感じで告白をします。そのチョコレートのことを本命チョコと言います。
はい。で2つ目が、ギリチョコ。ギリチョコ、はい。ギリチョコはまあギリ、付き合い上仕方なくというような意味から来てるんですけども、あの恋愛として好きな気持ちはないんだけども、あの日頃のありがとうの気持ちとか感謝の気持ちを伝えるためにあげるチョコレートのことをギリチョコと言います。なのでこう普段お世話になっている男性とか、あのありがとうの気持ちを伝えたい男性にあげます。でも渡す時にはっきりこうなかなかギリチョコですっていうわけじゃないので、あのまあ分かりづらいですよね。もしかしたら男性もあれこれって本命チョコなのかなって思ったりすることがあるかもしれません。なんか渡す方としてはあの本命チョコとギリチョコとあの準備した時点でこうね、やっぱり本命チョコの方が明らかに気合が入ってるので、あのとか緊張して渡すのでわかると思うんですけど、もらう方はねもしかしたらギリチョコだけど本命チョコだと思って受け取ってる場合があるかもしれないですね。ちょっと紛らわしいです。はい。まあ、ただなんかあのまあ、メッセージカードをつけないようにしたりとか、少しこういつもありがとうございますみたいな感じで書くとか、あのまあそういうところでこれはギリチョコだなってわかるのかもしれないですね。はい。で3つ目が友チョコ。友チョコですね。まあこれはわかりやすいんですけども、友達から来てますね。友達の友から来て友チョコ、まあ女の子が女の子の友達にあげるチョコレート、友達同士であげるチョコレートのことを友チョコと言います。なんか学生の時とかどこまでの友達にあげたらいいんだろうみたいな感じですごいいろいろ準備してた覚えがありますね。まあ友チョコも楽しいんですけど、まあちょっと大変だったりもします。はい。で、4つ目が逆チョコ。逆チョコ。逆チョコというのは、まあ、言葉の通り逆ですね。男性が女性にあげるチョコレート。まあ3月14日にあげれば普通にホワイトデーのチョコレートなんですけども、2月14日に男性が女性の方にあげる場合には逆チョコと言ったりします。まあ、女性としてはね嬉しいサプライズかもしれないですね。はい。ということで、本命チョコ、ギリチョコ、友チョコ、逆チョコというのがあのまあ主な種類になっています。最近はもっと他にもなんかあったりするみたいなんですけど、まあ、この4つを押さえておけば大丈夫かなと思います。はい。では、私の好きな日本のチョコレートのお菓子第1位を発表したいと思います。でるる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 でん、トッポです。はい。これはなかなか海外に住んでるとあんまり見かけないかもしれないですね。私はこれが大好きで、あの高校生の時はこれを毎日一箱必ず食べていました。なんかね中にチョコレートが入ってるんですよね。ちょっと開けてみたいと思います。はい。こんな風になってます。なんかね見えますかね、中がね筒になってて中にチョコレートがぎっしり入ってます。うん、久しぶりに食べたんですけどやっぱり一番美味しい。なんかねサクサクした周りのあのポッキーのところとチョコレートのバランスがめっちゃいいんですよね。美味しい。ぜひ食べてみてください。トッポって言います。はい。ということで日本のバレンタインについて話してみました。私が多分最初にチョコレートをあげたのは小学校4年生の時で、
手作りチョコをあげたんですけど、チョコレートをただ溶かしてあのハートの形にねしただけなんですけど、でもちゃんとね、あの好きな子に渡したのはあのそれが初めてだったんじゃないかなと思います。はい、今年はね、まあ会えないバレンタインになるかもしれないですけども、まあちょっと住所を聞いて送ってみるとかね、サプライズで送ってみるのもいいかもしれません。日本式のバレンタインをぜひやってみてください。皆さんの、あのバレンタインの思い出をコメント欄でシェアしてくれたら嬉しいです。グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。 Thank you for watching。 では皆さん良いバレンタインをお過ごしください。 Have a good day. Bye bye.